名古屋帯名古屋帯とは、日本の女帯の一種。名古屋で考案されたことに由来する。袋帯より、長さが短く一重太鼓結びにする長さの帯で、軽く締めやすい帯である。当初は、染めたいであったが、折りたいも作られるようになり、禁止禁止を使用したものは付け下げ、色無地に合わせて、巡礼層に、その他のものは、小モニ似や、紬などのおしゃれ着に合わせる。 以下の二つの種類に大別される。時代とともに寸法が変わっており、近年は、お太鼓の部分の下手上がり幅はいずれもクジラ弱八寸二分となる。寸法は、西人食工業組合の企画。下手る前の幅がクジラ弱九寸なので、九寸名古屋体と呼ばれる。見下手の巻物として売られており、お太鼓の部分を八寸二分幅で、残りの部分は半幅に折りたたみ、 小布や綿の帯芯を入れて仕立てる。織りの帯と染めの帯があり、素材と色柄が豊富である。昭和50年代頃までは、胴回りの部分に帯板を入れるためのポケットをつけて仕立てられることがあった。拡張の高い柄の折り体は純礼層にも使うことができる。染め帯はおしゃれ用として用いる。 クジラ弱八寸二分の幅で折られた自圧の折り体で、お太鼓部分を折り返して二重にし、帯芯を入れずに両端をかがって仕立てる。つづれ折りなどの拡張ある折りは純礼層に使うことができるが、一般的には紡ぎや古門に合わせる。袋、名古屋体や八寸体、かがり体など、様々な名前で呼ばれる。昭和初期頃から八寸名古屋体が使われ始め、 昭和30年代に人気となり、普及した。大正末期に、名古屋女学校の創始者、越原春子が考案した。名古屋の松坂屋が率先して、売り出し、全国的に広まった。また、もう一つ説がある。当時、言い出し用が、中部の工芸展覧会に考案し出品したものが、入賞し、文化大の名で普及したものが、後に、名古屋大と改められたものである。 1991年に日本テレビ、系列中京テレビにて、名古屋隊は誰の発明かという番組が放送されたが、番組内で当時の記録などをたどっても明確なことはわからなかった。両者とも教育者であり、名古屋隊を語るには忘れてはならない人物である。ありがとうございます。